回目なんで、絶対にこれしかないです。まあよく言うなら曲げたクドラ選手とやりたかったんですけど、まあ決まったからには絶対勝って、まあ上を目指そうかなと思います。大橋チーム初戦日本ユースが決まりました。2回目なんで必ず勝ちます。応援よろしくお願いします。